はい、次がですね、バランスボールを使ったプッシュアップですね。これも段階的なリハビリテーションですから、少しずつ負荷が上がってますよね。最初はほとんど動きのない状態での上体支持のスイングでしたね。次がアジリティディスクを使った状態でのアイソメトリックスの固定でしたね。で、次がですね、バランスボールの不安定な状態で実際関節運動が入ってきます。どん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 いろんな運動が入って複雑化してます。じゃあまずやってみましょう。お願いします。バランスボールの上でのプッシュアップですね。はい。で、次は片足になりますね。はい。こういうふうにして片足でも行うっていう形ですね。はい、ありがとうございます。今高橋トレーナー連続でやってもらいましたけども、もちろん普段は連続ではやりません。あ、1回ずつ止めながらやりますし、もしもできなければ縦膝でちょっとやってみてもらっていいですか。こういうふうに、この状態からスタートしても何ら構いません。こういうふうに、こうですね、こうですね。じゃあ今度片足でこうですね。もちろんここからスタートしても構いません。高橋トレーナーを基準にしてね、両足ついてやってましたけども、片足でどんどん負荷を小さくしてても構わないので、これもぜひやってみてください。お願いします。